写真拡大。ロテ 4-1 オリックス30日 ZOZO マリン。ロッテは30日本拠地 ZOZO マリンスタジアムでオリックスと対戦。2番に入った新外国人マーティンが来日2号ソロを含む2安打2打点と大活躍すると、先発の岩下も6回途中までノーヒットピッチングの好投。投打が噛み合い4対1で勝利し3連勝を飾った。ロッテ先発岩下は5回までオリックス打線を2安打に抑える快投。すると打線は3回3番鈴木が右横へ先制的自打。5回には攻守で活躍を見せる新外国人の2番マーティンがオリックス先発田嶋から右翼席へ2号ソロ。先発岩下に2点をプレゼントした。6回に初安打を許した岩下は7回に2つの四球を出したところで降板。3番手東條が西満塁から代打宗に押し出し四球を与え1点を失うものの、直後にはマーティンが右翼線二塁打。続く鈴木も右中間を破る敵陣二塁打で2点を追加し逃げ切った。6回13、81球を1安打7奪三振1失点の好投で5勝目を挙げた岩下について、井口監督は素晴らしかったですね、初回はどうなることかと思いましたがイニングを追うごとに良くなっていったと評価。できれば100球近くまで投げてほしいと思ったのですが、いいところでイニングによって球にばらつきがあるので、あそこ7回で一気に行かれる可能性もあったのでと早めの継投に踏み切った理由を語った。試合前に指揮官もなんとか頭を取れるようにと意気込んで臨んだカード初戦。投打が見事に噛み合い4カードぶりにカード初戦を勝利した。相手がなかなか点が取れない投手でしたが、その中で2番、3番がしっかり機能してくれて、しっかり点を取ってくれました。いい流れで来ていますので、明日も絶対取る気でいきたいと思いますと、連勝でのカード勝ち越しへ向けて改めて気を引き締めていた。岩国誠。誠岩国。